漫画家のうちに遊びに行こう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一番見られてるピークこここのね、砂利の写真が送られてきたんで。このハンマー持ってる漫画家何？ハッキングしていく。ハッキング？マジか。え、この貝塚でしたおや、ハウクショレ。これは今までの安定だよ。すごい安定してるよ。こういうすごい、すっごい。ってことはこれもしかして完成？完成？完成では。ええなんかぬるっと完成したけど今日ってこれ実用します？実動します？はい、します。じゃあそのシーンを撮った方が、はい、次のカットでは実動になってるっていう、うん、そうしましょう。ことですか？うん、大ブタクサとかあります。大ブタクサだから火を起こそうとしてますこの人え、あマジマジでやってみます。火起こしセカンド、うん、今回リベンジ。火起こし今回そうですね、あの火起こしリベンジ、うん、で人の腕が2本から3、4、5、6本、はい、7、8本に増えたはずなのでそれをやっていこう。やりましょう。すげー、はい、で実は火起こしに3段階の難易度がありまして、はい、ダメだ、ちょっとこれはもうきついってなったら次っていうのがあります。じゃあまずはその大ブタクサ、大ブタクサなどを使ってやってみますか、はい、で今回指導してくれるのはこちら、ヘアピンまみれさんです。ああじチャンネルじチャンネルで紹介されることあるということで、まあね、私ね散々やって散々失敗したんで、はい、やり方だけはね、はい、頭でっかちの技術だけ伴ってない一番しょうもないやつかもしれないということで、じゃあちょっとやってみましょうか、はい、やろう、行きましょう。おお、火起こしモコピーリベンジ。よっよっ、うわすごい。手袋の地域作業をしたこの土煙がすごかったけど、はい、ということで数ヶ月前に用意しました大ブタクサの木やその他もろもろ、ね、あ、なんやかんや来たー見てお分かりの方もいるかと思いますが、伝次郎先生を参考に詰められた素材の数々と、こ、はい、の辺りを利用して火起こし秘密式をやっていこうかと。やっていきましょう。行こう行こう。じゃあ私が教えましょう。お、はい、教えてください先生、ね、成功してないんですよ私成功してないんですけど一応ね教えられることがある。ちょっとやり方教えて教えて。まずこれが、もうこれが溝なんですよ。ここを式の溝です。ここね、この上に木の棒で、これで多分ここを薄い、今これでっかくてどうしようもないんですけどこれでねこうやって擦るんです。で、はい、シャコシャコシャコって同じこのストロークの幅でねやっていくと、はいはい、クズがここに溜まってってカスが、うん、それがこう熱を持って火になるというお話。本当に、はい、本当かどうかまだわかんないです。なるほどね。間違えて間違えてで、マチエテはね万能ではあるんですが専用の道具ではないためこのように時間がかかるというね。そう、あのノコギリだったりそうなんですけど、ただこれ先っぽの加工とか必要ですよね。あの溝にはまるように。へえ、なるほどね。ちょっとこうね、ではいろんな道具を持ちすぎてるな。ねえ、十徳人間。幅を合わせて、そうです。こういう。おお、なんかサバイバル。でもこの火を起こすのもどうやら何かを焼くためらしいじゃん。おお、これは頑張んないとだよね。ね、絶対に起こしてやる。ね、あ、すごい。焚き火のできる法律相談所。ちょうどいいんじゃない？ぴったり。あの、どうなんだろう。これ一個ね、はい、私の考察なんですけども、はい、火起こしには圧力というか、はい、重さが必要というか、はいはいはい、力。これ接地面が広いと多分分散しちゃって、はいはいはい、あーなるほど、ね、あーなるほどなるほど。ちょっと細めの方が、なるほどね、力かかりやすいんじゃない？はいはい、その一点集中で。そうです。なるほど。まあ、あくまでこれは考察の域は出ないんですけど。まあまあ、棒はまだね長いですから。まあでも一回これでやってみる。一回これでやってみますか。いいじゃんいいじゃん。やってみせてくださいよ。どうしよう。じゃあ行きますよ。本当に行きます。行け。行け。おりゃ。あ、割れた。え？割れた？ちょっともうちょい。あ、この辺消そう。行きます。はい。お。え、でも行けそうなんですよ。あ、折れた。あ、折れた。はかねえ。はかない。あ、でも焦げ臭いかも。あ、でも、うん。確かに匂いはします。本当だ、本当だ。行きます。あ、ありがとうございます。今ね、大原先生が。そう、みんなで、ね、止めていただいて、はい。みんなで力を合わせて火を。行きます。あ、なんか割れそう。割れる。でも一回これ、あー。あ、本当に割れちゃった。これは。ちょっと、まずいぞ。やっぱ、ね、火起こしとモコピってあんま相性が良くないんですね。じゃ、いけるか。はい、いけるか。あ、いけなくないんじゃないかな。いけ。あ、煙出てる。あるんじゃないか。あるんじゃないか。あるんじゃないか。これでどうしようもないんですよ。はい、これでもいや今ね疲れという限界が。疲れというね。ってことは疲
さずこう交代してやるとかどう？いいですね、うん、でもなんか煙も出てたし出てましたね。めっちゃ頑張ればいけそうだよ、うん、ちょっと私は今疲れたので、はい、交代です。交代です。オムさんお願いします。わし、はい、わしか。なんかやり方一番だけどマジで頑張れ頑張れ頑張れ。これで私あこれでいけ。頑張れ頑張れ行くぜ。頑張れ頑張れ、はい、あなんかうまそう。あ、うっすら煙が出てる。あ、もうなんか釣り臭くない。いい匂いがする。ちょっと待って、マジで疲れるのこれ。ちょっと待って、じゃあ待って、私ちょっとちょっとちまでるから、ちょっとまでるから、いくよ。それ合ってる、それ交代の仕方わかんない。あ、でも煙出てる。いくよ、いくよ、せーの、あ、ごめんなさい。はいはいはい、はいはい、溜まってる溜まってる。あ、いい匂いいい匂いいい匂い。あ、頑張れ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 。あ、色変わってきてる。あ、いいよ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 。あ、なんかいいんじゃない。待って、こうやってさ、あの、火種どうしたらいいの。左根はすかさず多分どっかに乗っける。そうね、はい、どっかに乗っけないといけないよね。誰か交代して、おばさん交代して、いくよ、いけ、はい。いやー、私が抑えてるだけの要因になっているが。え、でもさ、え、これどうなんすか、どうなんですか。まだまだ何もなっていない。助けて、おいで。ちょっと待って、はい、二人で疲労困憊で、はい、いやー、もう冗談言えないくらい疲れた。はい、あ、じゃあ一回、じゃあ一回抑える私、はい。あ、いいよ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 、お願いします。いいよ、いけ。あ、なんかできそう。いけそう。あ、なんか、おお、おお、いいよ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 。あ、すごい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 。え、いけ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 。まだまだ。すごい。頑張れ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 。けけけけけけ。あ、はい、止まれ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 。お、すごい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 。止まれ。でもどう？どうだろう。でも火種ではないよ。トントントンって下ろしてみて。なんかないね。でも今いいとこまで行った気がするな。いいとこまで行った。いやー、いやこんなね3人でやって、うん、つくかつかないかだから。伝次郎先生すごっ。あと今ね多分ここが見えますかね。あ、ちょっとツルツルになっちゃってるんですよ。はい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 。これねなるべく多分ツルツル地よりかはザラザラの方がいいから。うんうん、ちょっと今回ね、あの砂敷いたし砂も使えるよ。楽しいな火起こし、ね、いやでもちょ自分の火力を思い知るなこれ。そう、自分の火力を思い知ると同時に伝次郎先生のヤバさが、ね、いやーもうリスペクトやね。筋肉視点力点作用点的ななんかやつの力を分散しちゃってる、ね、そう、それでパキッと要因になってる気がするので裏側をなんたら製法みたいな。そうでしょ、火起こしってやり始めると時間バカかかるんだ。バカかかる。よし、行ってみます。いけ、リベンジ。滑ってくれるようになるまで。あ、でもなんか怖い怖い怖い、見てきてよ見てきてよ。怖い音がワギワギやってる。交代します。チェンジチェンジ、いけ、まみれ。あ、割れちゃった。え、これでどう？あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。ダメだ。割れちゃうんだ。負け。素材の負け。負け。では、じゃあもうこれギブアップかな。ちょっとね、あの用意したブタクサがね、使えそうなところがあんまないんですよ。ね、割れちゃってね。行くぜ。もうね、モコピーはどうでもよくなって。もう火がつきさえすれば何でもいい。あ、煙出てる。煙は出るんだけど。いける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 。絶対に大丈夫。起こせる。俺たちなら起こせる。交代お願いします。小田先生。いける。いける。俺たちなら起こせる。先生。それだ。それはない。ダメだ。え、交代する、交代する。はい。いけ。ちょっと私に無理かも。ちょっと私に無理かも。ちょっと力不足です。やっぱ無理なんだ。ちょっと先生無理っす。あとこれね、火起こしの怖いのはね、疲れるから、うん、やればやるほど抵抗が遠のく、うん、なんか絶望という容姿が浮かんだわ。そうそう、すごい滑らかにしてくれてる。あ、すっごいバキバキしてるわ。はい、あ、いいんじゃない。どう。いや、弱いな。弱いんだ。ちょっと無理っぽいですね、これは。ちょっと摩擦の時代は終わりかもしれない。なに。はい、いや、そっか。続いて、続いて、おお、刃物まみ、怖いぜ。お、なんか住人先生なんか持ってきた。普通です。あれ、なに。え、火打ち石。おお、火打ち石ですか、これ。大鉄鋼というもので。あ、出た。火打ち石って、あの火打ち石と鉄が必要なんですけど、うんうんうん、実は鉄を精錬する技術が生まれる前から火打ち石を使ってたっていう記録というか、おう、あって。はいはい、まあ、いわゆる一般に言われる火打ち石の構成要素は火打ち石と火打ち金と言いまして。そうですよね。火打ち金と呼ばれるのがこの天然石である大鉄鋼が使えると。なんか結構使い込んだ感じがする。なんかね。で、こいつが火打ち
石ですね。これは目の目のですね、完全に天然の鉱物で火を起こせる、火を起こそうと、ね、大鉄鋼、大鉄鋼ってこれもともと四角だよね。そうそうそう、これがこの前見たもんね、見たもんね、白石館で。炭になった布ですね。これ自前で作るのも結構簡単なんですが、使い切ってしまったため100均に売ってたやつを持ってきました。100均に売ってんだ。100均ってすごいね。100均がすごいわもはや。であとはもしかしたら燃料に使えるかもしれないんですが、これは、採取してきた松ヤニです。松ヤニだ。ちょっと本気じゃないですか、はい、なんかもうすごいサバイバルしてるわ。至れり尽くせり。この今カメラ街がね、もう火起こしアイテムが大量に満載という、ね、さらに文明を進める方法もあるんですが、さらに文明を進めるともうそれって神みたいな話。あ、この吉井本家という、何それかっこよ、由緒正しき火打ち金ですね。これだと比較的つきやすいので、もうモコピ関係ないから、モコピ関係ないなこれ。あ、飛んでますね。え、飛んで、お、お、今見えたよ赤いの。あ、見えた、すごい。面白い、面白い。こういう感じでカチカチ山。そうです。いや、それはそうよ。これで飛ばすので、これのね、メノのね、エッジを立てるんや。はい、エッジを立てる、エッジーなところにね、エッジーな。おー、おお、こういうことですね。このさ、ちっちゃいちっちゃい火花を火にしなきゃいけないんだよ。そう、いや、ちょっともうそういうこと。火起こしすごいな。まずこっちやってみます。あ、じゃあやってみようかな。頑張れ頑張れ、よーし、頑張れ頑張れ、よーし頑張れ。え、これをこっちね、こっちね。そうです。あ、いけてるくね今。あ、全然取れてなかった。エッジ立ってる、エッジ立ってる。うん、行くぜ。これもちなみに伝次郎先生は簡単にやってのけました。あ、ちょっと、ちょっと、なんかどんどんちっちゃくなってくる。そうなんですね。いやー、ちょっとこれやります。セスな角に当てるみたいな。角に当てる、石の鋭利な、はい、やっぱエッジのね、そう、石器の部分に。あ、出た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 、出てる出てる。え、ちょっとやりたいやりたい。面白い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 。おい、面白いぞ、火起こし。いきます。あ、もうもう出てる。あんま力入れるっていらないのかな、摩擦だからいらないの。いや、出てますね、出てます出てます。おー、すごい。あ、出てる。おー、え、で、これをさ、どうしたらいいの。これをですね、はい、出るということが分かったということで、はい、これをメノの下に置くような感じ。これをメノの下に置くような感じで、はい、あるいは上かみたいな。まあ、で、ね、ちょっとだけ置くような感じにして、はい、火花がそこにポトッと落ちるような感じ。はい、こうですかね。そうです、そうです。ちょっとやってみますよ。やってみます。おー、そうしたらそこがメラッと赤くいくかもしれねえというね。どんどんこれがボロボロになっていく。あ、でもなんか行ってるんだよ。なんかでもちょっと穴開いてるよ、うん、お、穴開いてる。どうなんだろう。そうなんですよ、これね、わかんないね。そう、炭化してボロボロになってるので。そうですね、あ、これううこあれだ、ボロボロになってるだけだ。火関係ない。あ、ついた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 。火関係ない。あ、ついた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 。いける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 。あ、いける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 。先生、先生、でもね、カメラに映ってないこれ。あ、いいよ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 、まみれいいよ、まみれいいよ。こっからの薄い。あ、いいよいいよ、あ、最高最高。いってる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 。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。すっごい、こんな一瞬なんだ。一瞬の出来事だった。あ、すごいすごい、広がってるよ広がってるよ。おもさまやって。笑うな。いいです、もうつくぞ。ついた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 やったー。チャークルス、え、でもさ、大丈夫、丸々一枚使った。で、ここで大丈夫、移動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 しよう移動しよう、火を。いやー、すごーい、すごい。一文明進化で、なんと、うわ、なんかこんな感じなんだ、火起こし。すごい、もう住人先生のもう体勢がね、なんでもすごい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 、もうすごいすごい。 VTuber とは何？ VTuber とコートーバーになってる。コートーバー。おお、すげー、ついてるついてる。もう火だこれ。やったーやったー。人類は火を手に入れた、プロメテウスだ。すごい。でも本当にさ、いいですね、あの一瞬のさ、火花がこんなに広がるんだ。火起こし成功だけど、火起こしモコピはちょっと微妙です。もう最後モコピ捨ててたから。そうだね、モコピは切って、モコピはそっちのけだけど、火起こしは大成功。まあ、分かったのはやっぱ、あの火は偉大ってのと、うん、ちょ、モコピと火起こしの相性は悪い、悪いかもしれない。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。今日もさせていただいて、ケイちゃん、でも文明進化しましたけどね。でもこれ火起こしたらさ、どうするの。飯を焼いて食う。やったー、嬉しい。え
こんないいことありますね。ちょっとね、ちょっと本格的に巻きが、すごい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 、ほぼ同じ価格で2回目やんの。いらねえ。めっちゃ切り替えよ、めっちゃ切り替えよ、めっちゃ切り替えよこれ。ね、喜びすぎて。ね、いやー、火だよ、火。火ついたね。ね、見て、火焼くんだって、肉などを。おね、ここで話された詳しい内容はオムライス食堂のチャンネルに上がりますので、はい、こちらのチャンネルではちょっとしか上がりません。まあ、飯を食っているとかね、皿に取られた肉とか、おそういうのが映るんじゃないですか、ちらすごい、はい、じゃあそういうことで、はい、それをやろう、食うぞ、よし食うぞ、焼いていく。食べよう食べよう、はい。ピザに言うと、このほら、熱い、なんか銃で熱いんですけど、もう十分スッとまーす。うおうおう、これはうおー、全然全然全然いらねえ、そのズーム。食える、食える、食えるの、食べようぜ食べようぜ、じゃあ食べよう食べよう、いただきまーす。うまっ、カリカリすぎる、うまいうまいうまい、クッピーみたいになってる、生地がめちゃくちゃうまい、うまい、うんうんうん、インフレしてんの、美味しさって、うん、こんなさ、上回ることあんだね、知ってる美味しさを、これは我々の勝ちですね。うん、何に対して、何の負けなんだろう。どうだ、うおうお、でんでん、いやいや、やらなくて、やらなくて、やらなくていい、なんかこんなことになっていいんだ、ね、美味しそう、美味しそう、あ、やらなくて、やらなくて、何回やるのそれ。本当に、え、なんかまだあるんですか、なんですか、いやー、どうだろうな、これは本当にたわいのないものなんです、はいはい、何かのお役に立てばという、え、あれ、うまみです、え、何でも着れるやつ、え、すごい、ありがとうございます。、はい、ありがとうございます。で、こっちはでかいんですけど、これはオムライス食堂さん、え、私にあるんですか、え、ちょっとサンタさん、サンタさんですか、これスモーク、燻製器だ、すごい、え、いいんですか、何かの役に立てば、なんか切るっていう動画と、なんかいぶすっていう二通りの動画が出る可能性が、え、はい、ちょっと堂々の大会やりがいとか言ってたけど、ちょっとそんなこと言ってないくらい、え、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、じゃあなんか使っていただければ、手伝っていただいてありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、やったー、動画作んなきゃね、ね、わ、ありがとうございます、お疲れ様でした、お疲れ様でした、美味しい、メントスコーラやなくてよかったな、よかったよかった、うまい、いっぱい飲める、コーラは飲んだ方がいい、いい、今の筆字で縦じゃなくて、あの黒背景でポン、水曜どうでしょ、え、水曜どうでしょもある、あ、両どっちもあるね、全部ある、じゃあ3パターンだ、3パターン、え、ちょっと水曜どうでしょのフォント高い、めちゃくちゃ、今ちょっとね、遠慮の塊みたいなのが残ってますけど、一通り食べまして、はい、満足でございましたという、満足、最初はどうなることかと思いましたけども、漫画家の家に遊びに行ったらとても貴重な経験ができたという結論が、ね、ね、土木と食っていうね、はい、ありがとうございます、本当にありがとうございました、ね、というわけでもうね、我々は楽しんでいるので、そう、もうね、動画はね、この辺で、はい、今回の動画面白かったと思ったら高評価とチャンネル登録、小原スミート先生の、YouTube、 そう、 YouTube で、ね、VTuber 始めたらしいので、そう、やっておりますので、ぜひチャンネル登録、はい、あとね、はい、オムさんの方も、どうもどうも、動画がね、オムさんの方でも食事の方をメインで上がるので、はい、ぜひご覧ください、よろしくお願いします、お願いします、それではまた次回の動画でお会いしましょう、さよなら、通知もにしてね、お、お、ぽい、え、どうしよう、ビルマーク、ビルマーク、しゅわー、あー、こうして、あ、すごい、こう、はい、うわー、ありがとうございます、一回やってみたかったんですよ、おー、なるほど、そうそう、あ、すごい、あ、これは怖いね、どうよ、ここをね、今枝を落とすというミッションをやります、ほう、あ、怖い、でもやっぱ重みがあるんで一撃で結構これ削れますね、そうだね、これ見てこれ、おー、すごくないこれ、いってんね、え、ちょっとマチエテアートとかやろうかな、マチエテアート、マチエテでこの大木を切って、あー、なんかこのね、カツオ節みたいな、プレバトでやんねえかな、マチエテアート絶対ないじゃん才能なしって言われてあ、行った行った、おー、おー、あ、了解です、了解、わ、はい、かりました、はい、マチエテでした、星3つ3つ中3つ中3つ満点でした、はい、ね